新年明けましておめでとうございまーす。イエーイ。今年もセンターテールのハイドロポンプチャンネルをよろしくお願いします。ということで、カメちゃん大好きセンターテールです。こちらは、昨年ねお迎えして今育っているスッポンモドキになります。いやーもうプニプニでいいよね。もうプニプニでございます。はい、イエーイ。まあ前に動画でちょっとねこっち側の爪をね、ちょっと引っ掛けちゃってね、血出たりとか怪我があったんですけど、まあもうすっかりね、まあ、あれ自体はね、2日くらいで治ったんですけども。まあ、すっぽんもどきね、まあ本当にね、可愛いっすね。はい。ああ、最高やんな。イエーイ。ちょっと怒ってる。めちゃめちゃ怒ってる。早く戻せ、っつってる。はい、ということで、今回なんですけどもね、まあ新年一発目は、ろ過装のメンテナンスをやっていこうかなと思います。まあ今うちでよく使ってるフィルターというのがヒノキの二層式丈夫フィルターっていう、うちで製作をして販売をしているフィルターになるんですけども、もうすでにね300台近くが売れていまして、まあ多くの方にも使っていただいているものになってます。なんで今回は改めてね、それのメンテナンスをやりつつ、どういった点がね、好評で、買っていただけてるのかっていうのもお話ししていこうと思いますんで、よければお付き合いください。あー怒ってる。あーごめんね、今戻すね。あー怒ってる。顔も可愛い。ということで、早速ですが、行ってみましょう。イエーイ。はい、ということで、こちらがね、今、スッポンモドキを飼育している、水槽になります。スッポンモドキがいてね。で、こっちにあるのが、うちで、製作販売しているヒノキの二層式丈夫フィルターです。もちろん、うちでもね、ほぼ全部の水槽で使っていまして、まあ、絶好調ですね。まあ、今回はこのね、ろ過装の中っていうのをメンテナンスしていこうかなと思います。すでにね、買って使ってる方はもちろん、どういう風にメンテナンスしてるかっていうのを見ていただけたらと思うんですけど。まあ、まだ買ってないけど、ちょっと、いいなとは思ってるくらいの人にはね、どんなものなのかっていうのも説明できたらいいかなと思いますんで、まあ、よければ、見てみてください。まあ、とにかくね、ろ過能力、もうメンテナンス性も抜群にいいんでね、ちょっとその辺をね、宣伝しつつね、お話ししていこうかなと思います。はい。で、まずこのフィルターなんですけどね、こういったポンプがね、別で必要になってまして、こういったポンプで、水を汲み上げてですね、なんか金魚すげえ寄ってきてますけど、ここで水を汲み上げて、ここから通った水っていうのが、こっちのろ過装の方に入るようになってます。で、このろ過装っていうのが、こう二層式になっているものでして、まあ奥の方にね、水が入って、こっちの手前の方に流れてきて、ここで、排水されていくっていうような、ちょっと指入りましたけど、そういったフィルターになっています。なので、ここに入ってるね、ものっていうのが、まあろ過剤。まあ、ここで今ちょっと虫飛んできましたけど、気にしないでください。ちょっと我が家で今ね、ゆすりかがちょっと発生してまして、いっぱいいるんで、ね、赤虫がね、ワンサがいるんですけども。いや、変なもん映しちゃったな。まあ、こういった仕組みのフィルターになっておりますと。まあ、これをね、今日はメンテナンスしていこうかなと思います。はい、メンテナンスするんでね、まずこのフィルターを取り外していかなきゃいけないんですけど、ここがね、さっき見た排水口でして、で、ここからこのパイプを通って排水がされています。このパイプがついてるとね、取り外すことができないので、まずこのパイプを取っちゃいます。一応このパイプについてもね、長さが何種類か、ありまして、まあ5種類の長さのパイプをね、セットでお送りしてますんで、お好みの長さでね、使っていただけるようなものになっていますんで、まあ水位が高い水槽でも低い水槽でもね、幅広く使っていただけるようになっていますんで、まあその辺もね、魅力かなと思います。これがね、長さが、まあ足りなかったり、長すぎたりすると、水槽設置するときに水がこう流れる音がうるさくなっちゃったりするんで、その点もね、考慮して作ってるものになりますんで、良ければ。はい。まあこれがね、排水のパイプです。こんな感じで、今これ15センチかなのパイプを使ってね、排水しています。はい。それではね、排水のパイプが取れましたんで、このフィルターを外していこうと思います。これ今使ってるろ過剤がね、まあ、大磯綱っていう、まあ、砂利をね、ぶち込んでいまして、その砂利がね、10キロ分くらい入ってるんで、クソ重いんすよ。もう本当に重いんすよ。ちょっとね、外せるかな。いいよ。ああ、重い。ああ、めちゃめちゃ重い。このね、水槽台の下段で使う場合にはね、結構こういった、ちょっと取り外しが大変だったりするんですけど、一応、水槽、ああ、水漏れた。水槽台の下段でもね、使えるものには、なっておりますんで。で、水漏れないようにするためには、先に水抜いておいた方がいいですね。はい、ということで、取り外したフィルターがこちらになります。ここに入っているのが、まあ、ろ過剤ですね。で、まあ、さっきも言ったように、今ここでは、
大磯砂という砂利をね、ろ過剤として入れてます。まあ本当にただの砂利なんですけど、ただの砂利でもね、しっかりバクテリア定着してろ過してくれますんで、この辺のろ剤はね、お好みで選んでもらえると、いいのかなと思います。まあ悩んだらね、大磯砂っていうのも大いに選択に上がってくるかなと思います。ただ重いですけどね、大磯は。もう普通に砂利なんでね。そしたらですね、この辺のろ過剤っていうのを別のバケツに移して、ちょっと洗うためにね、移していきます。はい、こちらがね、使っていたろ過マットになります。まあこんな感じで、まあいい具合にね、汚れてますね。まあいつもこうやってね、ちょっと固めの、ろ過マットを上に敷いて、その下にちょっと柔らかめのろ過マットを、2枚重ねにしてね、使うようにしています。まあなんでかっていうと、まあまず上の方はですね、結構ポンプの勢いで、ガーッと水が当たる場所にありますんで、最初に水が当たる場所になりますんで、そこそこ丈夫なマットじゃないと、よれてきちゃうっていうのがあるんで、硬いマットを使ってます。で、下のマットに関してはバクテリア定着なんかも考えてね、ちょっと柔めの、はい、こういったね、ちょっとふにゃふにゃ系のマットを使ってます。まあこういったマットはね、物理ろ過の役割が非常に強いんでね、どんどん新しいのに変えるようにして僕は使ってます。まあ、洗えばまだ使えるんですけど、まあどんどん新しいのを使ってね、しっかり物理的なゴミを、取ってもらえるように、どんどんね、新しいのに変えてます。で、一層目の下の方にもね、こういった、砂利が入ってますんで、これも移し替えます。いや、マジで重いんですよ。これ、わざとじゃないです。本当に重いんです。はい、こちら、ろ過槽の方なんですけどね。まあ、2ヶ月近く洗ってなかったので、まあまあ汚れてますね。はい。まあ、ゴミも実際こんな感じで、はい、溜まっていますし。まあ、こういった側面であったり、このね、仕切りになってる木とかもちょっと汚れてきてますんで、この辺もね、洗っていこうかなと思います。はい。で、ちょっと改めてね、このフィルターがなんでこう2層になってるかっていうとですね、これは水の流れをね、意図的に作り出すためになっています。これが例えばこの真ん中の仕切りがないとですね、ここからこう水が入ってきたら、こう何も、こうどこもノンストップで、まあ、ジャーっとこっちの方までね、排水の方まで流れていっちゃうわけなんですよ。そうすると、結局この下の方とかのね、ろ過剤を通らずに、もう上の方だけ流れて、ファーンってね、行っちゃうことになって、ろ過能力っていうのを、せっかくこんだけ広いね、コンテナを使ってるにもかかわらず、ろ過能力を十分発揮できないんで、で、ここに仕切りがあることで、水っていうのはこう入ってきたら、こう下を通ってね、こう流れていくようになります。こっちから入ってきたのが、こう下を通って、こっちに流れていく。で、しかもこの両端の方が水が多く流れるようになっていますんで、こう入ってきた水がね、こう両側を通りながらね、流れていきます。これによって、ここに入れた、ろ過剤の中をね、効率的に広くね、スペースを活用しながら水が通っていきますんで、これによってろ過能力を確保しているといったものになります。だからこの仕切りはね、結構大事なんですよ。これがなかったらもう水入ってきてそのままバーって流れていっちゃうだけなんでね。まあそれでもろ過能力っていうのはね、この中にろ過剤ちゃんと入ってれば、あるんですけども、やっぱりこの狭い空間の中でも効率的にろ過をしていくっていう意味で、こういった仕切りがあるとね、ぐっと変わりますんで、そういった面で、このフィルターがね、まあ支持されてるといったところになってきます。それではちょっとね、洗っていきます。で、この箱に関しては水道水で洗って問題ないです。これ自体にバクテリアがついてるとかって話じゃないんでね、これはもう水道水でね、わーっと洗っちゃって大丈夫です。はい、こんな感じで、こっちのね、ボックスの方は洗えました。綺麗になったね。まあこれすぐ汚れるんでね、洗ったところで。まあ軽く汚れ落とす程度でもね、いいかなと思いますんで。そしたら続いて、このろ過剤の方をね、洗っていきます。まあこっちは生物ろ過剤として使ってるものになってくるんで、まあ砂利なんですけど、バクテリアがね、すでにびっしりついてるんで、こっちは水道水で洗わないようにしてもらうといいかなと思います。うちの場合は観賞魚用の浄水器っていうのを導入していますんで、こうしてこのホースから出てくる水っていうのはカルキが抜けた水になっていますんで、これをね、使ってこう、揉み洗いをしながら洗っていきます。ああ、重いな、本当に。まあこんな感じで軽く揉み洗いをして、まあそんな神経質にね、汚れが出なくなるまで洗うとかっていう必要はありませんので、まあ軽く水洗いして、まあこれ何してるかって言ったら、こんな辺入っちゃった、まあゴミだとかを取り除いてるだけなんで、そんなに気にせずにね、まあ軽く洗ってあげればいいかなと思います。よいしょ。
重い。はい、まあ今1個洗ったんですけどね、こんな感じで、はい、いい汚れ方してますね。これめちゃくちゃ汚いように思われるかと思うんですけど、これ超ね綺麗っす。もう茶色いのが、まあ、いわゆる汚れになってきます。まあ、うんちとかね、食べ残しとかそういうのが、いろいろと分解された後に、残った非常にミクロな、汚れになっています。だから大きいうんちとかがこの中にねべちゃっと入ってるなんてことはなくって、しっかりそういった、大きいうんちとか食べ残しっていうのが分解されて、ここまでミクロな汚れになっていますんで、これは非常にいい状態と、いった感じになります。あのべちゃっとした汚れがね、ろ過槽の中とかに入っちゃってる時っていうのは、まあ、ちゃんとバクテリアが分解ができてないっていうことになってくるんで、まあ、こういった、ミクロな汚れが出てくる場合っていうのは、むしろいい状態っていう感じになります。はい、まあこんな感じでね、あとは同じようにしてもう2つの方も洗っていきます。まあうちではこういったね、浄水器を導入してるんで、このままこう洗えるんですけど、これがあのない場合は別のバケツにですね水を汲んで、そこに軽き抜きをちょっと入れてね、でその水で洗うとか、そういったやり方になってくるかなと思います。まあ、もしくは飼育水を、取ってですね、そこで洗ってあげるとか、まあ、軽きが抜けた状態の水で洗うっていうのが、まあ、大事かなと、思いますんで、でそこのところだけねお気をつけください。はい、こんな感じで、3つともろ過剤を洗ってですね、改めてセットをしました。そしたら最後にね、新しいマットをここに設置していくんですが、一般的に売ってる60センチ用の上部のマットって、そのまま使うとこう長いんですよ。はい。なんでね、これちょうどいいサイズになるように切って使います。ちなみにこのろ過マットはカインズで買ってますね。毎回カインズに行くたびにね、追加で買うようにしてるんですけども。カインズの、ろ過マットの硬いやつと柔らかいやつと2種類あって、それをね、両方買って、こういう風に2枚重ねにして使ってます。で、これは1層目の方にね、を入れていきます。こっちに水が入ってくるんでね、ここにマットを敷きます。はい、ここまでの作業が、できましたら、ろ過槽のメンテナンスっていうのは終了になりますんで、もう一回ね、設置をしていきます。で、これは重いんでねまたあーってなるんですけど、で、このろ過槽に関しては足とセットでも販売してるんですけども、まあ足はねあった方がいいです。足がないとやっぱりこう不安定なになっちゃうんで、足はあった方がいいんですけども。まあ足がないとね、なんか地震とかで揺れた時に、これがなんか反動で落っこちたりとか。まああとこの箱自体もそんな強度がめちゃめちゃ高いっていうほどでもないんで、こっちがね、壊れちゃったりっていう可能性もあるんで、足があった方がいいんですけど、一応あのフレーム付きの90センチシリーズとかにはこういう風にね、はまるようになっていますんで、まあ使えなくはないんですけど、ちょっとこの辺は自己責任っていう感じになりますかね。まあうちはちょっとこの下の段とかはね、こう狭いんで足なしでやってたりするんですけども。はい、ここまでね、セットができたら最後にこのパイプを改めてつけていきます。はい、こんな感じでね、排水のパイプも設置ができました。そしたらあとはこのポンプから、排水されるホースをですね、ろ過槽の方に入れまして、まああとは飼育環境とかに合わせて、こう、ホースをね、なんかいい感じに固定をしてあげます。まあうちでは水槽台の縁にね、洗濯バサミをつけて、固定するっていうちょっと原始的なやり方をしてるんですけども、はい、これでこちらの水槽のろ過槽のメンテナンスは、終わりになります。ちょっと入れてるろ過剤がね、あの大磯綱っていうちょっとね重い砂利を今うちでは入れてるんでね、あのもうハーハー言ってますけども、こんな感じでねメンテナンスしていけるといいかなと思います。はい、ってことで今回はろ過槽のメンテナンスをさせていただきました。いかがでしたでしょうか。ちょっと今電源も入れてね、ポンプと、動き出して水も流れ始めてるんですけども、まあ、今回はね、水替えはせずにろ過槽のメンテナンスだけをやりました。水替えをね、メンテと一緒にやっちゃうっていうのは、まあ、別にそんな問題ないです。まあ問題ないですって言うと問題ないわけじゃないんですけども、まあうちのこの水槽に関して言うとこう砂利も敷いていますし、ろ過槽の中のろ過剤もかなり多く入れていますんで、多少ねメンテと水替え同時にやってバクテリアが、減ったとしても、まあ、すぐに持ち直してくれるんでね、同時にやってもいいんですけども。まあ、一応今回はね、ろ過槽のメンテナンスだけをやらせてもらいました。まあ、この辺はね、水の状態とか、ろ過剤の状態とかを見ながら、メンテと水替え、まあ、どっちをやっていくのか、まあ、両方やっていくのか、とかその辺をね、うまいこと見極めながら、水質管理に励んでいけるといいのかなと思います。まあ、今回メンテナンスしたね、うちのフィルターなんですけども、
本当にね、多くの方に使っていただいて非常に好評いただいてますんで、なかなか生産が追いつかなくてね、販売できてなかったり、まあ、在庫なかったりもするんですけども、もしよければね、ちょいちょい在庫確認とかをしてもらって、よければ、導入してみてください。まあもちろんね、カメシークは、水替えメインでも、問題ないですし、このフィルターが、あったからって、それだけでね、飼育が、なんというか、水替えがしなくていいとかっていう話ではないんですけども、まあ一つ、飼育の選択肢として、ろ過っていうのもね、あるかなとは思ってますんで、ちょっとね、良ければ検討してみてください。ということで、今年一発目の動画は、ろ過槽のメンテナンスでした。こんな感じのね、亀の飼育にまつわることをいろいろ動画にしていますんで、良ければチャンネル登録をよろしくお願いします。それではここまでのご視聴をありがとうございました。皆さんも良い亀ライフを。それでは、さようなら。ちょっと宣伝色強すぎた？嫌われるかな？大丈夫かな？